はい、皆さんこんにちは。今日もノーサイドゲームの続き終わらさせてもらいたいなと思いますけど、いやどっから行こうかなと思いましたけど、まあ突っ込みどこ満載かなと思いますけど、これですね。これを着てるんで今日はこの話からしようかなと思ってますけど、これはですね、ノーサイドゲーム打ち上げといいますかね、第10話を全員で、まあ、裏方の人とか、まあ、含めてみんなで見たんですけど、その時に、まあ、主演の大泉洋さんがみんなにこれをプレゼントして、みんなをあっと驚かせたっていうものなんですけど、まあこういうなんか粋な計らいをしていただいて、僕らは「はあさすがですね」みたいな感じでしたけど。まあ、大泉さんはまあこんなこともやっていただきましたし、まあ個人的には僕はこう2人で会話することとか演技することってとても多かったんですけど、なんかこんな風に言ったら方がいいんじゃないとか、また自分を信じてこう言ったらいいんじゃないとか、なんかいろんなことをこうサポートしていただきましたし、まあ何よりもなんかすごい気さくに声をかけていただいて、そのおかげで僕たちもなんかこう安心して演技とかプレーに集中することができたのは、まあほんまにありがたかったなっていうことはすごく思ってますね。すっごい怖くて一回でもしたらうらーみたいな人やったらね、僕らも見てましたけど、まあほんと気さくでしたし、まあボランティアの方とか、まあ、もしくはエキストラの方ですね、まあたくさん本当に撮影が長くて結構移動がね多くて、あるシーンの時はこっちで、あるシーンの時はこっちでくださいとか、途中まで行ってまた戻ってくださいみたいなことね言われたりして大変なんですけど、なんかそのちょっとした時間に大泉さんがなんか今日もありがとうございます、のせで見てくださいねみたいな形でね、なんかこうちょっと間を持たせてくれるみたいなところ、間を持たせてくれるっていうか間をつないでくれるですね。まあそういうところはね、本当はすごいなとか思ってましたし、ほんまに話も面白くてついつい僕らも笑ってしまうみたいな形で、ああすごいなと思いながら見ていましたし、まあなんかの番組かなんかでもしかしたら言ったかもしれないですけど、第1話ね、大雨のシーンあったんですけど、ほんまに寒くて、もう夜の7時とか8時から夜中1時ぐらいまで撮ってて、もう大粒の雨が降ってくるんですね。でなんかこう小雨ぐらいとね、テレビでは映らないらしいんで、大粒の雨ボババ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 バって降ってくるような、ちょうどあれがだから6月の頭ぐらいに撮影したのかな、だからまあ結構寒かったんですね。で僕は確かその時はあの大泉さんのタックルを受けまくって、で最後知るかみたいなこと言って、その後タックル受けて、で大泉さんがぶっ倒れたところでタオルをポンって置くシーンか、その時やったんですけど、まあ、ほんまに寒くて、もう大泉さんと僕が寝転んでてね、上見てる時なんてね、もう雨が強すぎてもう目も開けられへんし、もう息もなんかもうできへんのちゃうかぐらいのところやったんでね、大変やったんですけど、まあ、大泉さんもスーツずぶぬれ、僕もまあ練習着ずぶぬれみたいな感じで、おーで周りのねみんなももう雨打たれまくってたんで寒かったんですけど、その時にね、こうたい焼きのね、こうたい焼き、魚のたい焼きの形したね、お好み焼き、中はお好み焼きなんですね、それを差し入れしていただいて、それがまたあったかくてめっちゃ美味しかったんですね。しかも僕もまあ大阪人なんで、お、またちょっと待ちくださいね。失礼しました、ゲストかもいましたらね、まだちゃいました。YouTube やってるといろいろこう間に入ってくれる人が、間に入ってくれる人っていうか邪魔言うたら怒られるな、タイミング悪くてこういうことが多いんで、まあこれもまあ普段の本当のちゃんとした撮影じゃ出てきへんからまあいいかなって感じですね。で話、まあ大泉さんのとこ戻ります。その差し入れがまた美味しくてですね、関西人の僕にはもうたまらんぐらいの感じで、本当忘れられない差し入れだったなっていう感じでしたね。まあ差し入れもね、実はなんかまあ格みたいなところもあってね、ドラマをなんか主演の人とか、あと
とは何でしょうね、大俳優さん、大女優さんみたいな人からね、差し入れされることやっぱ多いみたいな、なんかそれはね、慣習みたいなんで、まあ僕らが差し入れを皆さんにするってことはほとんどなかったんで、僕らとしても与えられまくって、食べまくってみたいな感じで、なんか申し訳ないなと思いながら、まあ素人やし、初めてやし、ええかみたいな感じでね、差し入れいつも楽しみにしながら撮影現場行ってましたね。とかなんかいろいろことをね、いろいろなことじゃないですね、物を差し入れいただいて、僕らのちょっとした癒しみたいな感じ、もしくはちょっと会話が生まれるみたいなところがね、まあとても嬉しかったかなと思ってますね。まあ大泉さん、そうですね、まあ僕としては第一はすごい彼に対して歯向かうみたいなね、なんか僕のキャラクターって実はあんな、なんか自分のことをこう、なんでしょうね、貫いて嫌われようが関係ないみたいなこと、まあ今の人生あんまりできへんかった人なんで、本当に浜畑城はすごい新鮮で、いきなり第一話ね、みんながね壇上で歌ってるっていうの、こうやってね、こんなんやとかね、考えられへんし、こんなんほんまにやんのかなみたいな感じで、最初かなり困惑しましたけど、まあ監督からも、まあ最初はねちょっとマイナスぐらいからいけど、だんだん上がっていくと、これはこれでええからみたいな感じで言っていただいて、まあそれでちょっと頑張ってみようかなとか、まあ物は試しやし、初めてやし、まあ言われるがままに基本的にはやっていこうと思ってやってきましたけど、まあ最後はね浜畑城完璧に皆さんの目から見てもいい人になりましたけど、まあ監督曰く第1話からああやってはいるけど、チームのためとか仲間のためを思ってやってきたかっこいい男だっていうことをおっしゃってましたけど、ああ言われて、まあなるほどなっていう感じはしましたね。まあ第1話の終わりにはでもやってやるかみたいなね、あのセリフも最初聞いた時、こんなセリフ言うんみたいなところがねちょっとあってやってやるかなんか普段生きてるなんか言うたことないし、どんな気持ちで言うんやろみたいな感じになりましたけど、まあなんか自分の中では何でしょうね、うまくいかないことに対する葛藤とか、とはいえ君島ジムが言ってることは正しくて悔しくて腹立って、あとはまあアストロズの仲間が何でしょうね、逃げ切らないような感じにも腹立って、自分自身も腹立って、あの言葉が出たんですけど、まあお腹の底から演技することなく、しかも割と最初はこうやってやるかってこう、なんかみんなに面と向かって喋るっていうより下向いてね、こんな感じでできた、本当に内側からの声が出せたんで、まあ結果的には良かったんかなっていう感じはまあしますね。まあでもあれぐらいなんかこう抜けてるっていうかね、普通の言葉、なんかやってられへんわっていうよりもやってやるかみたいなこと振り切った方が、まあテレビ映えするっていうか、視聴者の皆さんには分かりやすいんだなみたいなことは、まあ第1話見ていてすごいまあ、勉強になりましたね。僕自身ほんまに第1話終えるまではすっごい不安で、まあ一生懸命やってきましたけど、視聴者の皆さんがどんな感想を持たれるのかっていうのを全然わからない感じだったんで、でちょうど第1話の放送の日は熊谷かなんかでロケしてて、で生で僕たち見れなくて、で帰り新幹線かな、どこかな乗って帰ってる時がちょうど放送終わったぐらいやったんで、まあ SNS でね、どうでしたかみたいなことを僕がつぶやいたら、まあすごい皆さんいい反応をいただいたんで、その時初めてほーやーという感じもあって、ああとりあえずなんかこのドラマを僕が崩すことっていうか台無しにすることはなかったんやみたいな形で、まあ一息ついたなっていう感じでしたね。なんか周りのみんな頑張ってるし大丈夫って言ってくれたりもしましたけど、僕にとっては初めての経験ですし、周りがどう言おうとね、やっぱ視聴者の皆さんがどう感じるのかっていうのはとても大事かなと思っていたんで、まあ第一話終わりまで不安でしたけど、ほっと一息ついて、あじゃあまあこの感じの準備で自分自身進めていけばなんとかっていうか、このドラマに少しでもっていうか自分なりに貢献できるんだなっていうことにちょっと自信がついて、頑張っていけたんじゃないかなっていう気はしてますね。まあ本当大泉さんとは思い出がたくさんあって、まあ僕自身の
クランクアップっていうか最後のシーンも大泉さんとのまあシーンでしたし、それは第10話ですね、まあ、ハーフタイムでまたどうすんねみたいな感じで僕はもう引退しますみたいなことを言うセリフだったんですけど、まああれはまあドラマのクランクアップ、僕自身のクランクアップでもありましたし、まあ、自分自身の人生を振り返っても、まあ、やっぱりこうメンバー外されるとか悔しい思いとか、自分もまあ同じように自分で引退決めたんで、なんかその時の気持ちを振り返ってやったら、まあ3月から始まって9月の半ばに撮影したんで、それがなんか終わってしまう寂しさみたいなのを考えると、本当にあのシーンも演技は全然いらなくて、自分の感情そのままにやったらもう勝手になんかみたいな感じになって、なんかいいシーンだったなって気がしますし、まあ今思い出しただけでもね感傷的になれるんで、まあ本当にまあキャスティングっていうか演者の皆さんもそうですし、まあビデオカメラマンの方もそうですし、まあお弁当の準備してくれる方もそうですし、まあ本当音声さんもそうですし、まあいろんな方に支えられてあのドラマができたんだなと思いましたし、本当にいいチームができたなっていう思いもあって、まああんな感じの演技っていうかねお芝居になったんじゃないかなという感じですね。まあ大泉さんとはまだまだある感じなんですけどね、もう本当に今日もまあねこのままキャスティングでいろんな人の話しようかなと思ってたんですけど、もうなんかあれよあれよという間に10分過ぎてしまった気がするな。ねえすごい改めてまあこうやって今リモートが多くなってる中で自分でこう棚卸しっていうかね整理のために今振り返りましたけど、まあ彼との思い出はたくさんありましたし、あの人のなんだろうな本当にお忙しくて番宣もしてる中で長いセリフを覚えて僕たちにその気にさせてくれる、まあそのあたりもおっと今度はバッテリーの残量の話が来ましたね慣れてないな、なんかほんまそのあたりはすごいなと思いましたし、まあ、彼はまあ本当にセリフをめちゃくちゃ多かったんですけど、きっちりとなんかこう準備されてきてる姿を見てこれぞ役者だなっていうなんか本当に感銘を受けてましたし、まあ、彼の姿を見て自分自身覚悟みたいなところもなんかさらに学びましたし、まあ、今回僕はこう浜田城っていうのが自分自身の人生と通じるところがあったから、まあ、うまくいきましたけど、まあ、他の役で俳優としてやらないのってかね言われてもなんかああいう姿を見てるとそれはもう一回やりたいなんて簡単にはなんか言えないなっていうような気持ちになりましたね。もちろんなんか新しいチャレンジとか今までやってなことやってこなかったことをやるのが大好きなんで、まあ、興味はありますけど、もしなんか次やるとなったら本当にちゃんと覚悟して準備してってやらないとなんかここの業界の人に対して失礼に当たるかなっていうのは、まあ君島 GM を見て改めて思うところはたくさんあったかなと思います。まだまだ喋れそうなんでこの話いつまで続くか分からへんけど、まあキャス一緒にやってきたねアストロズもそうですし、あとはサイクロンズにもね思い入れ深いメンバーもいますんで、まあまた今皆さんお家にいること多いかなと思うんで、ちょっとラジオみたいな感じでもいいんで聞いていただければ嬉しいかなと思います。またお会いしましょう。